ろ苦い。今から、出入国在留管理庁の長期収容問題に関するアピールを行います。私たちはフリー牛久という団体です。フリー牛久は、今外国人の方、外国籍の方がたくさん日本にも働き住んでいます。その人たちの多くではありませんけれども、一部の人は非正規、つまり在留資格がない状態になってしまう人もいます。誰も望んで在留資格がない状態を選ぶ人はいません。今から出入国在留管理庁の収容問題、外国人の方の身柄を無期限で長期に収容する政策を、私たちの税金で日本政府の機関が行っている問題について、ここでフリー牛久という団体と外交アピールをさせていただきます。で、集まってくださった方々にお願いなんですが、後ろに障害者の方 の、 その、ブロックもありますので、少しずつなるべく前の方に来ていただいて、通行の方のお邪魔にならないようにしていただければと思います。で、今日は、仮放免という状態、つまり、在留資格を得て合法的に日本にいたい、そのために全力を尽くしたけれども、やはり得られなかった方が祖国にさまざまな理由で戻れず、政治的迫害がある、あるいは生活基盤の問題がある、そういうことで祖国に戻れなかった方が、退去強制令を受けて、退去強制、日本から出ていかなければいけないというふうに強制的な命令を受けて、それでもいろいろな事情で離れられない、そのために、収容されてしまう。で、収容された後に、収容っていうのは、身柄を拘束されてしまうわけです。で、収容された後に、一旦さまざまな事情で仮に放免される、社会でもう一回生活できる状態になる、それを仮放免と言います。で、今日は仮放免の立場の方に3人実際に来ていただいています。で、とても勇気のいることです。日本で、日本の社会にいたい、日本で住みたい、日本で共に生活がしたいと思っているのに、さまざまな理由で断られてしまって、でも本当に国に帰ることができない事情を抱えている、そういう方が今日ここで話してくれます。皆さんもぜひこの当事者の方の話をサポートしていただき、聞いた話を皆さんの友達や会社の方や様々な方に伝えて、このまま無期限で長期に外国人を収容する、身柄を拘束するということは あってはいけないということを、少しでも気持ちを周りの方に伝えていただければと思います。それでは始めます。まず、ありがとうございます。まずですね、フリー牛久は、面会支援と、様々な政治家の方とかでのロビイング、それから、啓蒙的なイベントなどを行っていますけれども、面会活動をずっと続けてこられた小池さんに、この間のですね、前回実は同じところで凱旋やりました。こういう形で街頭アピールやりましたけども、それ以来、出入国、改正入管法が施行されて法律が変わりました。その後にどういう変化があったかということを小池さんにお話しいただきたいと思います。じゃあ小池さん、お願いします。8月の4日にですね、ここの場所で改正を行いました。で、そこからちょうど4ヶ月くらいになります。で、前回の時はですね、ちょうど牛久とか品川、全国の収容施設で仮放免を求める、収容者の方々のハンガーストライキが続いておりまして、全国で150人ほどの人たちが、発動を行ってました。で、体調崩す人も続出していまして、大変な危険な状態になったと。そういうことで前回緊急凱旋ということで凱旋しました。で、そこからですね、
でその時、まあ、テレビとか新聞とかで随分報じられまして、こう入管の中の状況というのがだいぶ皆さんご存知になったと思うんですけれども、それからまあ3ヶ月経って、今現在どうだったかと、何か状況が良くなったかということをお話しするんですが、結論から言いますと、状況は、まるで改善されてないです。半過水化は言うまでもなく大変に危険な、命に関わる抗議方法ですので、そのためこの搬送を行った収容者のに対して、入国管理庁がですね、順次仮放免の許可を、出し始めました。ただこの仮放免はですね、たった2週間限定です。なんで収容された方も2週間仮放免されて、そのまままた再収容されます。通常仮放免とは大体1ヶ月釈放されてから、放免されてから1ヶ月後に、再度入管に出頭しまして、でそこでこう逃亡したりする恐れがないと確認して、また1ヶ月1ヶ月と、更新していくものなんですけども、この搬送者に限ってはですね、2週間後に出頭と、で出頭した時に健康に問題がないと認められれば、そのまま、その場で、また再収容されて、収容所に戻されると、そういう、手続きになってます。つまりですね、2週間だけこう自由を与えて、ですぐ再、使用して戻すと。でこれは他の搬送参加者にですね、この言ってみればこう見せしめといいますか、こう希望を、搬送と無駄だよと希望をくじくためにも入管というか行っているものではないかと私は考えています。で搬送を行った人が全員、仮放免になるわけでもありませんで、使用者にですね、搬送をやめれば、仮放免出すよと、口頭で約束、するんですけれども、約束をしても実際にはですね、もう、2ヶ月3ヶ月と放免を行わないと、そのまま待たされている使用者の方も結構数います。それから仮放免の際、保証金ですね、こう私が逃げないようにという、保証金を預けるわけですけども、これが通常10万円くらいだったのが、訪問前になって突然こう20万とか50万とかですね、大幅な値上げをすると、でそのことで出られない人というのが結構います。こういったことがですね、行いまして、搬送を行っても出られない、出ても2週間で戻されると、こういうことすべてがこう収容者の意思ですとか、こう健康の問題ですとか、人権とか、そういうことをすべて無視した形で、とにかく判断ストライキをやめさせたいという目的のために、こう入管庁によって行われているんだと思います。で収容者の方はみんな、この入管庁の方針によってこう振り回されている状態になっています。今現在搬送している人間というのは牛久だけで大体60人程度だということです。でこれ数は確かに半分ほど減ったんですけれども、こう一度は搬送やめたけども、この入管に騙されたと思ってもう一回始めている人とか、あるいはこのまた収容されてもう一回始める人とか、そういう人が何人も出ています。でそのためにこのまた搬送を始めて、もう体調を崩して、救急搬送、救急車で病院に送られるということがもう、毎日のように起こっています。それからちょっと精神のバランスを崩して精神病院に送られた方もいます。で6月に、大村で餓死した人もいるということをご存知だと思いますけども、今現在もいつ死者が出ても起こらないような危険な状態とは全く続いています。ということですね、入管の問題というのは8月にお話した時以来改善はしてないんですけれども、今日はですね、この今現在こう仮放免になっている方、なっている方、実際にお二人に来ていただいてですね、
この入管の中で何が起こっているかと、それから非収容者の人たちが何を考えているのかということを、直接この場で語っていただきたいと思います。一人が、イランから来たブヘザップさん、もう一人がトルコから来たクルド人の、デニスさん、二人はですね、10月先週、3年以上2人とも収容されたんですけども、10月25日に搬送になって仮放免になりました。ただ次の出頭がですね、来週の11月7日に、品川の方に出頭することになって、で今までの例ですとこの場で、確実に最終になると思います。ですから自由な時間というのがもう、そう4日くらいですか。で、限られた自由時間なんですけども、今日時間を取って話してもらうことにしました。であともう一人、エリザベスさんという方、これ前回の凱旋にも来ていただいたんですけれども、ナイジェリアから、来られまして、難民申請をしたんですけども認められなかったと。で自分も入管に収容されてですね、現在も仮放免の状態なんですけども、いつ自分も回収されるかわからないんですが、それでもいろんな品川や牛久で入管収容者のために動いている方です。ということで、最初エリザベスさんにお話しいただこうと思います。レナ、こんにちは。本当ありがとうございます、レナ。ここわざわざ来て、私のためにとお友達全員のカリフォルニアの日本の住んでるの難民のの人と、結婚のの人と、子供いるのの人と、ガジンさん、レナキさん、ありがとうございます。私の名前はオプエイザエリザベス・アロリオ、ナイジェリアから来た。今日本は28年、それの28年は入管の中で2回目入った。悪ことしないよ、何でも犯罪はいない。日本は住んでて安全だよ。もう難民だから、だから逃げ来た。それは見て、それはビアフラのフラッグ、ビアフラ、ナイジェリア。みんなは分かる。インターネット入っていっぱい殺すと、毎日これのこと、色のこと。今ナイジェリア問題ある。あなた分からないわ、インターネット見て、全部はナイジェリアのことは入ってる。私2年、11年最初捕まった。私自分で入会した。もうビザいないんだから、だからもうお願いしまやって、あとは全部インタビュー終わり、あと私中入った。でも中入ってるの前は私いろんな活動をやってる。日本で病院とか刑務所とか、警察とか交渉とか、もう入荷、いろんな入荷、日本全員は私別会助けをいろんなことやってる。病院とかね。あなたはカリフォルニアはわからない。これはカリフォルニア、これはカリフォルニア。みんな見て、カリフォルニア3ヶ月だけ。それはカリフォルニア。あとは私ここ来て、横の髪は取れないわ。ここは来ない。これだよ。これは今日は私ここ来て、もう取った。ここ帰ってる。ここは帰ってる。ここは横の、横の
それはリモート見た、テレビ見た、テレビ、テレビのリモートはね、これはいないはできない、私歩きはできない、買い物もできない、日本は、旅行もできない、日本は、だから私、製品の入荷は明快、とこと、明快。東京、茨城、大阪、名古屋、長崎、横浜、ぜひ私いつもこれは書いてないはできない、それはこれ、あとはこれは最後のこれ見て、これは大金さだよ、難民、日本来た、もう延長いてカリフォルニアはダメ、今日はカリフォルニア最後だよ、これはニューカーは捕まろう、こうやって一人の担当さん、もう足、これボスケて、これ誰の息子、見て、これは悪ことしない、延長だけ、これは延長だけだよ、それは外人さんも難民も、okay、だからこれ見て、これは見てこれいじめるだよ、これいじめるでしょ、まだ入荷にいるよ、名古屋の入荷、私面会して、これもう向こうから電話来て、お姉さん来てください、今は私の足はもう死んじゃうだよ、だから向こう、ここから東京から私名古屋電話して、スタートのグループは可能だ、もう2週間病院行かない、痛み止めだけ、それはかわいそう、それは人間だよ、大臣さん、それの差別は何で差別なの、これは、あとは日本はカリフォルニアの人は家できない、アパートはできない、何でもできない、仕事もできない、でも日本の政府は外から呼んでて、お金ブローカーだよ、ブローカーやってるよ、ブローカーやらないはみんな外から呼んでないんですよ、日本はなんでそれなの、もう日本来てはあなたは日本人、もう日本人はお友達いっぱいいる、もう日本住んでた28年、もうお母さん見てもある、お父さんも私の保証人もお父さん見た、お友達、色の友達いる、なんで食べ物あげないの、大吉さんはなんで食べ物あげないの、私どこでも日本は捨てろ、みんなは捨てろ、日本の文化はみんな分かる、ルールは分かる、私日本人、日本28年は問題、警察一回も捕まらないよ、私自分で入荷いてよ、私捕まった2回目入荷入ってる、みんなガンもいる、入荷は お旦那さんいるのの人はみんなは分かるでしょ、子供いないわビザあげないの、もう旦那さんは結婚して日本人で結婚して、なんでそれなの、差別なの、アパートも私今アパート探してあちこち行ってる、でもアパート私あげない、もうシティホール、What they call シティホール、契約書ガジさんの名前入ってない契約書、なんでそれなの、アメリカはカリフォルニアは仕事できる、イギリスも仕事できる、カリフォルニアはなんでそれなの、見て今佐々木一番偉いの入荷はこの前言って佐々木翔子言って、みんな収容の人は反対だけ、反対じゃないよ、私反対ないよ、日本は反対一回ない、泥棒しない、何でもやってない、真面目やってる、だからこれどこでも行く、私帰ってる、最初は入荷行かないわ、私ここは来ない、ここ来る、見るだけ私捕まる、反省ない、いっぱい、おばけだけみんな中に入ってる、反省ない、なんで佐々木は言って、ニュースで、みんなは反省、だからみんなは悪いのの人、悪いじゃないよ、
いっぱいもう、難民の人、女の子、今4年シラガーにいるインドネシアの女の子、なんでなんでそれなの、フィリピン人はもう何でもやってない、日本人旦那さん今4年中いる、なんでやめらないの、これはやめてほしい、やめてほしい、やめてほしいよ、やめてほしいよ、助けてガジンさん、助けてガジンさん、助けてねえ、なんだあの人は日本人、でも捕まろう、見て俺は見て、旦那さんいる、9年結婚して日本人だよ、税金も払って、あなたの税金はみんな出して食べ物あげろ、いらないよ、みんな出してみんな出して、私の友達殺さないで、殺さないでよ、私の友達殺さないで、みんな出して日本、日本の政府出して日本の政府出して、みんな出して床から出して日本人助けて旦那さん、奥さん助けて、子供も助けて、差別やめろ、差別やめろ、Freedom! Nami freedom! Keko no nosto a freedom! Mena visa daise! Ato wa, soto no nosto wa, nihokuna inyo, mo ipairu, shikoto mena dekiru, aruki mo dekiru, nihoko mo dekiru, unka mo dekiru, nande soto yonde nano, nande nihosu lelono,35年もいる日本、仕事できない、目が入ってる、昨日私おしくでバングラジー、バングラのとこ33年今しようって悪いことしない、33年だよ、それは2年だよ、やめて、差別やめて、差別やめて、 Oh my God, 助けて日本、助けてガジさん、カリフォルニアこれ見て、今中はあのニューカーの入ってる、見て、これは差別、見て、名古屋の入荷入ってる、名古屋の入荷入ってる、前は長崎殺したでしょ、あ、それは犯罪、これはエポートから捕まった、犯罪しないよ、これ犯罪しない、長崎はもう佐々木は言って、みんなは犯罪しないよ、これ見て、差別やめて、助けて、ありがとう。ありがとうございました。今ここで、何やってるか聞こえてない人もいるかもしれないので、もう一回言いますと、これは出入国在留管理庁、日本に滞在している
外国籍の方の滞在資格がについてですね、管理する官庁があります。でそこが運営している外国人の方、在留資格が切れても何らかの理由で祖国に帰ることができない、でなんとか正規の資格を得て正規に滞在しようとするけれどもできない場合に、退去強制令を受けてそれでも帰れない、その場合に日本政府が無期限で外国人の方を期限なく収容しています。収容というのは身柄の拘束です。でこのように身柄を拘束されている人たちが今全国の収容所と呼ばれる場所に1000人、常時1000人以上、1200人前後いると思います。今その方々の今問題をアピールしています。でほとんどなかなかまだニュースになり、にくい問題です。今日は当事者の方、つまり在留資格が切れてなんとか正規に滞在しようとしているけれども、それが得られずに収容のという形になった人たち、その方々が仮に一時的に放免されている仮放免の方々に自ら声を上げていただいています。日本政府が外国人を無期限で収容している、収容政策の問題を訴えるために今ここで場所を使っています。それでは次に行きたいと思います。じゃあ、次の方を紹介してください。じゃあ、デミスさんお願いします。じゃあ自己紹介から。皆さん、一番、今ね、私たちのため、みんなの、ここまで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、私はトルコから来た、名前はディニス・エンジェル。2015年でここにいて、2007年でここにいて、2011年で結婚してまだ捕まって、4回目に一般に捕まって、反省は出てですけども、やっぱり反省出て中の一般の後まだ中入って3ヶ月以上でまだ出て、一般の間まだ入って、やっぱり私は結婚しているんですけども、一番問題は私はここで結婚してるんですけども、結婚しても私の相手のことは入管は認まらないです。なんであなたの愛は私たちが認まらない、私は愛してる、あなたの認まる認まらないはそれは別のことですけども、まだ結婚のビザは持ってないですね。難民してるんですけども、カルメンで今相当できるんですけども、やっぱり私は一番問題で、何回一番問題はビザの結婚のビザはもらってない、結婚のビザもらってないで、そのまま仕事が食べて何もしないで、それで何もしないで、それで生活して言われて、奥さんで別々別れて3年半ぐらいは奥さんで別れて、でも私の奥さんの言うことは、ディニス、あなた曲げないで、私も曲げない、いつでも私はあなたのことを待ってるんですけども、言ってる、でも私の心は痛い、私の心が痛いですよ。なんでまだ結婚してビザ取ってないで、奥さんで幸せことはできないなる感じで、だから皆さんここで結婚してるビザ取ってないの外国人いるかもしれないで、私たちここで中では病院になって心が悪くなって、やっぱり死ぬか出るのことで外が出てですけども、まだ精神的は元気じゃない、体はボロボロで、奥さんとコミュニケーションはあんまりないで、私みたい中ではまだいっぱい人いる、子供いる人たちもいる、子供たちは お父さんって会ったら、お父さんの目見たら、お父さんに作るのことで自分の友達のとこに、ないと言ってるで、私たちその方で頑張るんです。
で、私たちのため、ここ、プレスコはここ気づきで、私と私たちの、話で、ここで話してくれてありがとうございます。で、本当、何か言われたらわからないんですけども、私たちの気持ち分かってほしいね、ここではいる。私たちの声は聞いてる皆さん、私たちの心は分かってほしい。ひどいことで、まあ、中田は生きていけれるんですけれども、体悪くなって歩かないで、精神的に悪くなって、もう2時間の外出た時も寝られないで、まだ何か悪い夢いっぱい見てて、中のことはいっぱい悪い夢見て、汗出て起きてはことがいっぱいです。それで私の話は終わりますで、皆さん本当に中すごいひどいで、でそれで本当にあなたたちここ来て私たちの声を聞いてありがとうございました。すいませんでした。じゃあ次最後になりますけども、3人目の、イランから来ました、ベヘダさんお願いします。皆さんこんばんは。私はイランのベヘダのベラヘと申します。今日こちらにいらっしゃるあなたたち、そしてこの集まりを、この呼びかけを可能したボランティアの団体の会社です。今日私たちここにいるのは日本の入管の中で長期収容されている外国人たちの問題について話をするためです。私も3年10ヶ月ぐらい収容されて、先が見えない、体も精神も、だんだん悪化する日の入管で、私たち何がすれば、何を言えば入管から私たちに自由を戻せないです。長期収容を続けられているので、中にいる外国人たちの健康、精神が破壊されています。そこで先が見えない人たちは、ワンちゃんのキビキビした力強い動きをサポートするサプリメントです。ワンちゃんキビ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 。民間の中で長期収容されている外国人の人たちは、先が見えないから命をかけてハンストライクをやっています。それは今年の5月の10日から始まっていることです。人数は100人を超えている人たちを私は実際に見ると、みんなは命を懸けて自由を求めています。現在入管の方針は、在留資格がなくなっている外国人に最強の命令を出して、それを変わりたくないんです。もちろん中に収容されている人たちの中に、それぞれの理由で母国に帰れない、いや日本から離れない人たちが結構います。私たちはこの国を選んで、この国に来てます。人によってそれぞれの希望で、それぞれの理由で、家族がいる人もいれば、命のために難民申請している収容者もいます。どうか今回長期収容されて、
自由ももらえない人たちに機会があれば話をすればと思います。ただご覧の通りあまりにも緊張しながら困ってるその心の話をうまく説明できませんかもしれませんが、どうか私たちの希望することが自由です。今入管の中で長期収容の人々、自殺で亡くなる人もいれば、最近6月の24日ナイジェリアの方ハングライスダッチで亡くなりました。その原因は餓死でした。日本という国で餓死がありました。それともその人の名前もテレビやメディアに出れないほど入管が私たちの命を無視してます。どうか今夜ここで私たちの話を聞くしていれば、この状況を理解して、この状況を変える力や立場ある人たちに、もちろんこの問題に対して関心を持っている国民の助けが必要です。どうか私たちの問題を皆さん見て聞いて、できることがあれば国民から始め、この国の責任者から私たちの自由も、私たちの人間として生きることを願っています。今夜私が緊張してますが、皆さん申し訳ません、申し訳ありませんが、長期収容の問題はいろんな悲劇を、トラジェディを今入管で聞けます。私たちの話を入管が聞かない、外にも出すことも許さないんですが、どうか今回ここで私この機会が手に入れて、少しでも心から願っているその自由も、もちろん人間として私たちの人権を守ってもらえればと願います。これで以上です。今3人の方に話していただきました。アルタの前とかで何があるか分からない人もいると思うので、もう一回言うと、ここに今おられる方々は、一生懸命日本に滞在するための在留資格を申請して、合法的に日本にちゃんと滞在しようとしてあらゆる手段を尽くしてき、たけれども、祖国に帰ることもできない、そして日本政府にもどういうわけか在留資格を認めてられない、でそのために退去強制令を受けて、帰りなさいと。しかし帰ることはもう命の問題でできない、だからこそ日本にいるのに収容されてしまっている、しかも無期限で収容されてしまっている、明日出られるかわからない、3年後かもしれない、5年後かもしれない、その間ずっと拷問のような毎日を過ごさなくちゃいけない、それが今日本の政府が税金で続けている、無期限収容政策です。そのことについて今この3人の方が勇気を持って、信じられない勇気を持ってここに立ってくださっている、そういうことです。私たちはフリーオシクという市民団体で長期収容、無期限収容に反対しています。長期収容、無期限収容は国連に拷問と言われている、絶対にあってはいけない制度で、これ以上は落ちません。たくさんの方がハンガーストライキに参加し、収容所と呼ばれる場所の中で亡くなっています。で今から話していただいた3人の方に基本的な質問などをしながら最後時間を過ごしたいと思います。場所自体は7時まで通したいと思います。それではこの3人の方々に面会もしてきた、面会活動してきた来られた荒木さんから
いくつか質問していただきたいと思います。荒木さんお願いします。皆さんこんばんは。どうも今日は集まっていただきましてありがとうございます。茨城県牛久市 の東日本入国管理センターというところで、1年前ぐらいから、その入っている人たちの、面会、入っている人たちと面会して、でいろいろ話を聞いて、ちょっと気持ちをリフレッシュしてもらって、いくらかでもですね、収容の苦しさとかそういうのを緩和してもらえないかというような活動をしている荒木と申します。それで、今日のここにいるデニスさんと、クルド人のデニスさんと、それから一番端っこの、イランの出身のベヘザスさんなんですけども、この2人とも1年ぐらい前から何度か面会しまして、で今までずっとアクリル板の向こうで話してきた人たちなんで、外 でしかもこの新宿のアルタ前で、2人と会うと、2人と握手するっていうのが、本当に信じられないような感覚です。でそれでデニスさんとベヘザスさんにそれぞれ質問をしたいんですけども、さっきもちょっとお話しされてましたけど、それぞれ入管の収容施設に収容されて全部で何年ぐらい経ってるかっていうのをもう一度教えてもらえますか。私は2016年の1月から収容されて3年10ヶ月。ベヘザスさんが3年5ヶ月。3年10ヶ月。3年10ヶ月、ね、はい、であともう2ヶ月で4年になるっていうことです。ベニスさんは私は2016年 の5月の15日からで、まとまったら3年10ヶ月となるかも。私はもう食べられない。3年10ヶ月ぐらい、5ヶ月です。ベニスさんは3年5ヶ月ですね。はい、そうです、はい、今までに今回仮放免出てくるまでに何回仮放免の申請を出しましたか。私は仮放免申請を8回で、8回も不許可でした。ベニスさんは12回。ベニスさんは12回、はい、12回です。仮放免っていう制度があるんですけども、これ、基本的に、収容所に収容されてるんですけども、人道的な理由ですとか、健康を害した場合などに、仮放免というものを申請すると一時的に収容所から出られるんですけども、ベヘザスさんは、4年近い間に8回、でベヘザスさんは、3年5ヶ月ぐらいで12回出したんですね。はい、そうです、12回。その仮放免、却下されるたびに、仮放免大体1回申請すると結果が分かるまで時間はどのぐらいかかるんですか。少なくとも60日、少なくとも60日、その中に150日間の人もいます。だいたい60日間ですから、仮放免申請してから2ヶ月、で人によっては、105ヶ月間、そして不許可の人も結局不許可です。仮放免申請してから結果が出るまで大体2ヶ月で、長い人で4ヶ月か5ヶ月ぐらいかかります。というのは、ということは、その申請してる期間自体が長いっていうことなんですね。2ヶ月から5ヶ月ぐらい結果が出るまでずっと収容所に拘束されていなければいけないと。仮放免の審査期間が長いということも入管の収容制度の問題の一つです。
あとちょっと聞きたいのが、その、まあ、収容所の中で、大体毎日、どういうことをして過ごしてました？入管の1日間は、朝9時20分、ずっと閉めっぱなしの部屋の扉が開いて、11時40分までのフリータイムと言われることなんですが、そしてまた11時40分から1時までの間まだ部屋に入れて、あの扉が閉めっぱなしで、また1時から5時までのフリータイムという時間です。その後はまだ部屋に閉じ込まれる。ベリンさんは大体どういうことを収容所であるの？みんなが一日は同じですので、大体変わることないですけども、病気の人は出てるで、やっぱり一日は部屋の中では生きることないから、外の運動はデジタルで、でも運動の時間は40分で、40分でも時間足らないで、私たちの中でその後は面会したら面会に行ったり、病院のことでお願いしたら病院はちょっと待って言われたら時間待ったり、それの感じで一日終わりました。大体まあみんなもうお互い話すことはあんまりないですよね。そうですね、あんまりはないです。だから中の人たちは長い間中で入れて精神的にはちょっと元気ないで、あとそれで私たちの話はここまで細くならないですね。だから喧嘩が多いですよね。いや、それは私たちストレスのあるで、もうわざと嫌いすぎじゃなくて、なんか3年4年5年の人がいるで、それのせいです。いつも言ってる、いっぱい薬飲んで精神病院の安定剤も飲んでる人たち元気ないで、それで喧嘩の後は懲罰の後はいじめの後は別の部屋、別の新しいトマサージ、それでもう生きれることないで。で、あとベヘザさんは3年9ヶ月ぶりに外に出てきたわけですけど、あとデニスさんは3年5ヶ月ぶりに外に出てきたんですけども、初めて収容所から本当に久しぶりに外に出た時、どういう気持ちになりました？まあ、外に出てどういうことを感じました？一言まで言いますか、人間として自由がどれぐらい素晴らしいと感じました。自由がどれだけ大事かっていうのを感じたと、あそこの宿の収容所から出た時に思ったんですよね。はい、どうも。デニスさんどうですか？やっぱり私一般する飲んだからちょっと出たわからなかった。わからなかった。わからなかった。出たで初めて出た時、信じられなかった。出たはもう、今外いるですか、いやここは外ですか、いや、やっぱりちょっと不安で信じられないかって、で奥さん迎えに来て、ね、奥さんもう私の何か泣いちゃって、頑張ってよかっただって、あと2週間まだ戻って、まだ今ここからもうまだ時間の戻ることはあるで、やっぱり信じられないですね。でも2週間ですけども、外でいるあなたたちと一緒にいる、ガラス張りないで、私たちの問題あなたたちの言われて嬉しいですね。それで米田さんは次に白川に行くのはいつでしたか？まあ、大体まあ3日か5日後ぐらいですよね。あと2日間ぐらい。私の仮放免は一時的な仮放免、2週間の仮放免ですが、スタートは10月の25日から、そして出頭する日が11月の7日の朝を11月7日、はい、
デニスさんも7日でしたっけ。はい、一緒です。一緒です。一緒です。で、デッドルも一緒です。もう今まで搬送をやって仮放免したっていう人はまあもうみんな2週間だけでしたよね。そうですね。で、みんなまたね牛久に戻ってますよね。すみません、これもそうですけれども、私たちは中入って1週間外、外の後中入って3ヶ月は頑張って、まだ外出て、まだ中入って、体もボロボロで、やっぱり外出たのはご飯は全然おいしい、何か食べたいったら、それ食べたい、それも食べたい、それも食べたい、レストランに行ったら食べる気持ちはなくなる。あんまり食欲が、レストラン行っても食欲がない。いや、そうです、それはないですね。食べたい気持ち全部なくなって、不安でもう入らない。もう私と私たちのことを考えて、自分のは出て食べるで、もう食べられないはずです。で、もうみんなで一緒に外で行って食べたいはずですけども、一人で食べたいで、みんなまだ中で頑張ってる食べられない人を考えて、もう私一人では食べられないはずです。じゃあ、そこでもみんな頑張ってるから、ご飯も今も収容所にいる人のことを考えると、ご飯はそんなに食べれないと、食べる気がしないと。はい。まあもう あと数日で、多分収容されると思うんですけど、そのあたりやっぱり怖いですよね、収容所戻るとは。はい、私は個人的に収容されるよりは、今現時点で、日本のそれぞれの入管で行われているハンストライクの、ハンストライクをやっている人たちの健康と精神を心配してますが、過去5年で10人ぐらい日本の入管で亡くなっています。その中に自殺で亡くなった人もいれば、美容師で亡くなった人もいれば、今年6月24日にナイジェリアのサニーさんという方は餓死で亡くなりました。これは私お伝えたいこととして、今長期診療が生んだこのハンストライクの中で亡くなる人、それとも職員の目の前でされずに、治療されずに亡くなる人のことは、私がこれ以上黙ってはいけない。どうかどこかで機会があれば、今年はナイジェリアのサニーさん、去年4月の13日インドのリヴァイさんという方、またおととし2017年の7月の23日ベトナムの方、毎年のように入管の施設で死者が出てます。今まで美容師自殺という理由がありましたが、今回の亡くなったそのナイジェリアの方、落としたその命は餓死、死因は餓死ですが、私はこれを日本の国民に、日本の社会に叫びたいんです。今現在2週間後また収容されても、まだ私生きてますけど、これから亡くなる人もまだ可能性が、亡くなる可能性もまだあるハンストライクの人たちの健康と今の精神をとても心配してますが、どうか今夜そのハンストライクのことは確かに正しいではないですが、自分が自分の健康を破壊して命をかけてハンストライクするのは私は正しいではないと思いますが、でも入管は収容者が死にたいほど
命をかけて反スライクするような状況を知ってます。どうか私たちの情報、私たちの問題、私たちのことはあまり外のメディアや外の、テレビにも出ないんですが、そんなワンちゃんには今回はハンスライクやってる人たちの、収容者と私たちを有利しない、私たちの 人権として、人間として自由を奪って、与えそれを取り戻さない、戻さない入管と私たちの間に誰かいないと、この問題はこのまま続けます。どうか今夜国民がはじめ、政府の方に、国会の方に、力がある立場がある人たちに、どうか今入管の問題がだんだん悪化して、最近人が職員の目の前で見る、知るらしで亡くなる人もいるほどのひどい状況になっていますが、どうかこちらの問題に関心を持っている方々に私たちを助けてほしいことを願います。警察さんはそういったこの問題、入管の徴収問題についてマスコミですとか、それから国会議員の方ですとか、そういった方たちにもっとこの問題に興味を持ってほしいと、して動いてほしいと、はい、最後の質問になりますけど、デニスさんとエゾベスさんにも入管に対してですとか、それからもしくはここに集まってくれた人たち、それからあと、日本のね、日本社会そのものに対して、こういうことをしてほしいとか、こうしてほしいとか、希望が、そういうね、希望があれば、それちょっと教えてください。デニスさん、お願いします。私のお願いのこと、結婚してる人たちをここでもう捕まってビザをもらってないで、そのまま奥さんと別れたままそこで入れられて、奥さんはさよなら言って、もうそのことは欲しくないですね。もうみんなの愛してるの家族、愛してるの子供、愛してるの奥さん、愛してるの娘いるですけども、旅館の中入ったら愛してるのことはなくなる。3年、4年、5年のそこ行ったら愛してることはなくなるで、いじめるで、人は家族の問題で自殺未遂して自分の命なくなるで、それは欲しくないですね。みんなそこから出て入管エミグレーションで捕まった人たち、そこじゃなくて自分の家に戻って、自分の奥さん、自分の子供たち、自分の家族で会ってほしい。そこ私たちのところじゃないです。私たちのところは奥さんと家族と友達の、あなたたちのところです。外です、私たちのいるところ。デニスさんの奥さんは今日本人の方ですよね。はい、私の奥さんは日本人です。今外でね、ずっと待ってるんですよね。はい、ずっと待ってて、は私の奥さん一番私の助けた人です。いつまであなたのことを外で待ってますって言ったら、私は頑張って、私何回、大体6回ぐらい自殺未遂頑張った。でも頑張ってですけども、手首切れちゃって死なないかった。頑張ってですけども、首は何か質で回って、自殺未遂は頑張って、いやもう死の元のところで何回何回病院で起きて、でそれで私はやっぱり奥さんのことは考えて自殺未遂やめたですけども、中入ったら気持ち変わるで、それはみんなさん分かってほしい。もう私たちの心は弱くなった中で、本当、奥さんのこと考えると本当は自殺未遂はしたくないんだけど、中入ると心が弱くなって、そういうこともしてしまうことがあるっていうことですよね。そうですね。
本当のそのことですよ。まあそういう、まあで、まあ、デンさんはそういう、まあ、外で待ってる奥さんがいるので、まあ、トルコには帰れない。絶対トルコには帰れない、まあ、そこを認めてほしいっていうことですよね。はい、そうです。最後、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私の宝物は私の奥さんですから、ね、みんなに家族は守ってるから、私も自分の奥さん、自分の家族を守りたい。ちゃんと外で生きてほしい。最後、エリザベスさん、なんか、みんなありがとう、本当。なんかもう私それの活動やってる色のこと、めっかいなんか聞くだから、いつも私イエス言ってる心言った。エリザベスさん、エリザベスさんも自分自身仮放免中なんですけども、在留資格がない状態なんですけども、でまあ、そういうエリザベスさん自身が今、白川の東京入管ですとか、茨城 の東日本入管の、面会支援のボランティアをやってて、でもう 週4日とか、行ってますよね。でそれで、まあ、それで1日中面会のボランティアやってるんですけども、この間聞いた話では、まあ、家に帰ると、まあ、いつも元気そうに見えるんですけども、実は家に帰るとすごい疲れてて、まあ、もうすぐシャワー浴びて寝ちゃうんですよね。あとはもうカリフォルニアの人は日本にいるじゃん。もう仕事できない、歩きできない、もう人権は日本の政府は守らない。みんなは人間だからね。食べろない、仕事しないは食べろないんですよ、日本のルールはね。泥棒して刑務所入るだよ。だからカリフォルニアのノーストはどういう助けろ、政府は。もう外のノーストは日本入ってなんかお金取ってあと仕事あげろ。でも日本の住んでるのノーストはカリフォルニアのノーストは仕事あげない、食べ物あげない、家もあげない。どうする、みんな考える。あなたは日本人だから、もう人権守ろう、欲しい日本で。なんかは日本の政府はここでジェニファはサインしたよ、なんか難民は見てみる。でも難民のノストに起きてもう何でもできない、もう見てみない、食べ物あげない、仕事もあげない。どうする、それは私みんな助けを欲しい。カリフォルニア今はなんか契約書、みんなカリフォルニアの名前はいない。だから家も枯れてできない、何でもできない。どうする、あとはもう日本はもう入管は結婚の人は例えば旦那さん捕まった奥さんは悪口は教えて、あなた旦那さんは無理やりするよ、あなた笑われて、それは入管はやめるほしい。もう色のこと悪いもう教える奥さんは。例えば旦那さん日本人、昨日私旦那さん一人会った、おととい日本人、奥さんはケメロン人、ケメロン人の旦那さんは日本人ですよ。もう入管は言ってあなた奥さんはもう帰るいいよ、日本入らないよ。だから奥さん言って帰って、なんで結婚だよ、もう好きだから。だから日本人結婚した、なんで日本人に、入管はそれ教えて、それ問題だよ。だからそれはやめてほしい。あとは子供もう日本、インド人、おととい私と一緒入管で子供は3人、お父さんは今4年おしくの入管入ってる。何人だよ、インド人、子供は大学、日本人たち、お友達助けろ、学校の金も出して食べ物も出して、私も同じ。もうアミンゴさん、いつも God bless you wherever you are, that man
アミゴさん、いつも食べ物何回も私の家入ってる。政府は助けれない、何でも助けれない。どうする？波の日本にいるのどうする？波はここではさ、約束やったよ。お金だけじゃないって。なんであなたの税金は、あなたの税金は政府は外はあげる。でも日本の住んでるのの人は誰もあげない。それはおかしい。政府はおかしい。それはやめろほしい。私やめろほしい、やめろほしい。いい家もまろう、日本いい家はもまろう。それは欲しい。もまらないはダメ。外国はそれは政府は難民の人は差別やせろ。いない、いや知らない。だから心は知らない。もうどこでも知らない。それは日本だけ。あなた日本人でしょ。それのことはわからない。日本の子供生まれて、ガジサとガジサ日本生まれて子供学校はできない、食べ物ができない、仕事もできない。それのノストは日本人だよ。ここは生まれた。お父さんとお母さんだけ、外人さん。それの子供はみんな助けて。英語はできない、自分の国の言葉もできない、日本語だけ。子供から大人まで、なんで助けれないの？それの難民のノスト。それは欲しい。いろんなことはやってる。奥さんはいる。もうビザ出して。現金ももろう。欲しい。難民のノスト。あとは、もうみんなは、うちあるかわからない。カリフォルニアのノストは今まで、もう私28年に住んでる。十分ね、家借りて、保証人だけ。今はできない。どうする？ホームレスになっちゃう。ホームレスになっちゃう。家はできないわ、どうする？私難民だよ。みんなは難民だよ。どういう助けるの？どういうの人権なの？ I need freedom for all my people。 私カリフォルニアのノストは日本のみんなは人権守ろう。政府はそれは欲しい。それは欲しい。みんな助けて、助けて、助けて。みんなもう大学のノストはここいるかわからない。みんな政府バンバンバン手紙出して、みんな助けて。ここはあなたの国、税金ちゃんと払ってる。外行って日本人いっぱいいるよ。日本人はアメリカ住んでる、カナダ住んでる、どこでも住んでる。それの差別しない。いっぱい電話来た。私なんでいつもみんな聞いてる。今アメリカ何に住んでる？30年、25年、アメリカ住んでる。それは日本人だ。差別しないよ。なんで日本は差別するの？なんで差別するの？政府あげて。ありがとうございます。井上さん、ありがとうございます。井上さんは難民申請中の人でも、難民申請の手続き中の人でも、特定活動で働ける期間というのもあるんですけども、その後その特定活動という在留資格を失って、在留資格がない状態になって、で、収容されたり、もちろん仮放免になったりするんですけども、仮放免の状態ですと働いたり働くこともできない、それから健康保険も入れない。大体お金がないっていうのが、お金を得る手段がないっていうのが一番、大変なところなんですね。で、伊沢さんはそうですけども、それで難民として、日本に逃げてきて、で、日本に来てみたらそういう働けない状態で、お金も稼げないし、で、ご飯も特にもらえるわけでもない。そういった状態でどうやって、生きろというのかというのが、矢崎さんの今、話していた内容ですね。それで最後に、ベヒドさんから一言、お願いします。
皆さん今夜ここに集めて、私たち日本語も精神力も足りない、話もまとまらないほどの演説になっていますが、今夜は仮放免だけの問題じゃなくて、外国人が収容されるときに長期収容が生む問題と、たとえ一時的に1ヶ月だけ仮放免をもらって出てからも、またそのそれぞれの制限とそれぞれの問題がある外国人について今夜話をしようと思いましたが、最近仮放免の生活よりも長期収容よりも毎年のように死者が出ています。今回ハンスライクで死者が出ています。私は今夜自分がよく考えてますが、皆さんには申し上げたい言葉があります。例えば私の国がいる中東の 地域でミサイルや鉄砲で殺される人の自由が、命が奪われる。たとえ他の国で拉致された人たちの自由が奪われている、その拉致された人たちの自由と、そのミサイルで殺された人たちの命と、今現在この日本で入管の中で自殺する収容者がいる。4年間、3年半など長期収容されている人たちの自由が奪われている。この自由とこの命の違いがありますか？どこでどうやって、それは関係なく私たち人間の自由も私たちの命も尊厳されてほしいです。これを今夜皆さん、日本の方じゃなくて、私は国籍を超えて日本で住んでいる全ての方々に叫びたいんです。私たちの自由と命を戻してください、守ってください。ありがとうございました。そろそろこれで時間も過ぎてしまいましたけども、今日の集まりを、終わりにしたいと思います。馬鹿木さん、お願いします。せっかく3人の方に来ていただいたんですけど、音響がなかなかうまくいかず申し訳ありませんでした。フリウシクは、ボランティアでやってますので特に予算とかもなくて、で最近いろいろお金を提出していただく方とかがいたので、ちょっと今日間に合わなかったんですけど、今後はそういうことがあった時にはきちんとした機材を使ってやるようにしたいと思います。で、もう一回言います。まだ何をやってるかわからない方もいると思うので、日本の出入国在留管理庁、法務省の傘下ですね、が運営している外国人の収容所があります。無期限でそこに外国人を収容するという制度があって、これは国連にも拷問として非難されているものです。その中でたくさんの人がハンガーストライキをして、あるいは病気になって、あるいは自殺未遂をして、いろいろ状況があります。人が亡くなっています。これから移民社会になるとかなんとか言っていながら、こういうことは絶対にもう続けられない、本当に一日も続けられない状態、この方々が仮放免の状態、すでに一緒に生きている人たち、同じ人間、当たり前です、同じ人間で同じ社会に生きています。同じのが、私日本国籍ありますけれども、私の方が偉いわけじゃない、同じなのになぜこんなことがあるんでしょうか。これをもっとこれから伝えていきたいと思います。でこの後こちらの方に、同じような
当事者の方の言葉などが入ったこういうジンっていう実際は小冊子をうちらで作ってます。でこれを購入していただけると、まあ、こういった、まあ、この撮影というか、まあ、音響機材ですとかそういったものに使わせていただいたり、あるいは差し入れに使わせていただいたりすることもありますので、あの必要な方はあちらで、ご購入ください。で、最後に言いたいのは、日本がずっと最近悪くなってきてますけれども、ずっと続けてきた問題だと古吉君としては思ってます。戦争が終わった後に一部の旧植民地出身者から国籍参政権を奪って、そして一部の人を収容して、そういうことをずっと続けてきた結果今に至っています。でその状況がさらに最近新しい移民時代と言われる中で悪くなっている状況があります。で私たちはこの古い習慣を変えて新しく変えていかなければ、この社会というものがどんどん悪くなっている。で、おととい一緒に会ったときに、上田さんがおっしゃったこと、とても印象に残っています。それは上田さんがおっしゃっていたのは、日本に孤独死する人とか、ね、放置されて死んじゃう人とか多いですよねと、自殺する方も多いですよね、こういうものが放置されている状況と、一緒に住んでいる外国人が在留資格が得られないからといって長期収容されて収容所でなくなっている状況は関係してるんじゃないでしょうかって私は感じるんですねって警察さんがおっしゃってました。私たちもそう思ってます。で古い問題が悪くなり、そして今社会全体の国籍ある人間も含めて、味わっている問題がここに集約されているという私たちとしては、まあ、思っています。皆さんぜひ今日の問題を関心持っていただいて、周りの方にお伝えいただければと思います。で今日3人の方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。プラカード持ってくださった方々、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。